メリークリキントン。他のにしてクリスマスツリーのシェイプなわけですよ。うわー、これ本当にリアルっていうか、これだけでお祝いできそうな感じがしますよね。ありがたい、ありがたい。十分じゃないです、これで。皆さん、これ実はですね、よーく見ていただくと、パンダっていうことがわかると思うんですけども、チョコレートのですね、この流れっぷりが、チョコレートフォンデュみたいな感じなんですよ。まあ、だから、こういう風になって、いや、クリスマスツリーをチンできる時代、いい時代になりましたね。ちょっとこの辺で止めとこうか。どうなってるか。あ、倒れてる。もうやめた方がいいかな。いや、これ結構めでたい感じしてませんか。このツリーは骨があんまりないですね。イカ風ですね。中からチョコではない何か白いクリームのようなものが。これが元ツリーだなんて誰が想像できます。この美味しそうなクリームをね、最後誰が食べるかっていうのはじゃんけんで決めるとか、もう桃太郎伝説とかして決めたらいいんじゃないですかね。うん、この辺すごいことになってたけど、ごちそうさまでした。行かなきゃ行かなきゃ。メリークリスタルキング。たい焼きみたいなデニッシュ、ありがとう。ふっとたい焼きが食べたい時なんかにね、コンビニに行っても肉まんあんまんはあるけど、たい焼きがないんですよね、あんまり。いやー、嬉しいです。まあ冷凍物のたい焼きなんかもあるんだけど、そのまますぐその場で食べたいっていうのがありますからね。シーラカンスっていうか、ここまだデラミナドさんかじってないんですけど、どなたかがおどくみをしてくださった可能性もありますね。だとすると気が利いております。ちょっと試しにテラミナスさんも自分でセルフでおどくみをしてみましょうか。どんな感じになるのか。こう、毒ないです、これ。まあいいですよ、たこ焼きはタコの形してないですもんね。なんならタコ入ってなくたってたこ焼きですから。たい焼きがさ、タイの形してなくたっていいですよ別に。はい、デニッシュ、あんこがたっぷり。いただきます。うまい。ちょっと温めてもらおう。TDT ニューヨークさんのカモミール&アップルティー。テラミナツさんの好きな赤リンゴ、そして青リンゴ、さらにカモミールが入ってますからね。手軽に買えるペットボトル飲料でハーバルなものが飲めるっていうのはありがたいわ。これはもう頭の先から尻尾の先まで全部リンゴですね。カモミールがもともとさ、リンゴの香料の代わりに使われたりしてたから、これ触ってる感じはね、もうそうはないです。うまい。あ、チンしてください。かいじゃないな。まあ、タイではない別の形にはなってましたけども、これは非常にうまいです。これの専門感があったら通うレベル。ごちそうさまでした。違反ないから、行きますよ。